金重外資4月5日隊は、日本の元警察官僚、元警察庁警備局長、日本における危機管理の第一人者、危機管理経営アナリスト。1969年3月、京都大学法学部卒業。1975年6月、ジョンズ・ホプキンス、大学高等国際問題研究大学院修了。 国際関係学習士1969年4月、警察庁に入庁。京都府警察本部、大阪府警察本部の課長を経て、警視庁に勤務。教育訓練、警備関連の課長、第1方面本部長、人事、観察、制度調査関連の課長、3時間、警備部長を歴任。その後、静岡県警察本部長を務めた後、警察庁において、 総務審議官、警備局長を歴任。2000年7月の九州、沖縄サミットでは、警備対策責任者を務め、2001年6月、退官。この間、1980年から外務省に出向して、在米日本大使館一等省機関、1990年から防衛庁に出向して、防衛局長査第一課長、1993年から、 内閣官房に出向して内閣総理大臣秘書官を歴任。それぞれのポストにおいて主として政府の危機管理に係る諸課題に従事。退官後株式会社電通顧問。2003年に株式会社国際危機管理機構。2006年に株式会社都市開発安全機構を設立し代表取締役社長に就任。2013年4月、 一般社団法人ニューメディアリスク協会会長。2016年7月から株式会社国際危機管理機構取締役会長。これまで上場企業及び外資系企業を含む数百社の危機管理経営コンサルティングの実績を持つ。また上場企業及び外資系企業を含め社外取締役、社外監査役、企業内、 コンプライアンス委員会の委員等多数のポストについている。一方、東京都産与や経済産業省、文部科学省、総務省等の政府委員会等のメンバーとしても活躍。2009年11月、各物質管理功労者として文部科学大臣賞を受賞。2015年4月、随法中受賞受賞。著書に、その時役立つ。 危機管理とコンプライアンスのための実践ハンドブック、ビジネスリーダーのためのコンプライアンス教本、最強の危機管理 NSC から学ぶ、時代を生き抜く、トップリーダーの決断、会社のための災害対策マニュアル作成術。協約書に、経済的自由と、倫理、誘拐、ハイジャック、企業を強括、新日本の警察。教編著書に、危機管理特本。監修書に、 現場に役立つビルの防火、防災管理50ポイント、その他雑誌記事等多数、ありがとうございます。